て終わり。じゃ、進みましょう。アデルの未来の制服は町の知り合いに頼んであるの。取りに行かなくちゃ。いって一体どこから。待ってるだけじゃダメ。なんだろう。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。ベニー冒険団出発。他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。ベニー冒険団出発。待ってるだけじゃダメって言うだろう。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。ベニー冒険団出発。周りを探索してみないか。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。ベニー冒険団出発。よし、冒険だ冒険。いや、正真正銘のお宝だ。リュデビーヌ来たよ。どう、スピノディロースラお前、あら失礼しました。今日は、そうなの、
まあナビアはいつも大げさ。大げさなんかじゃないよ。気分って新しい旅ほどい少々お待ちくださいね。今すぐ取ってまいりますので。そういえばアデルはなんでスピナディロースラに入ろうと思ったんだ具体的な理由はうまく言えなかったんだけどね。ただ私のことが好きだからって。あの一件の後だいぶ明るくなったんだよ、あの子ね。でも今のスピナディロ、うん、アデルも優秀な。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身に託すことにする。あれ、どうしたんだ。私も見てくるわ。コルタ、衣装をお願い。あ、やっぱり誰かいるぞ。上に上がったみたいだ。この、待ちなさい。面倒な奴らだな。まともな喋り方。野郎ども。はっ、みんながそばにいてくれるわ。気をつけなさい。ほっ、いや。気をつけなさい。おとなしく白状なさい。あんたらは何者で黙ってたらごまかせると思ったら大間違いだぞ。ボス、どうだった、怪我はないか。この程度の敵が果たして。はい、グズグズしてないで早く白状なさい。出立艇が来ちゃったら相談の余地もなくなるんだからね。俺たちは。だがバレ、恨みってなんだ、知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由はわか。そうだぜ、今の酒を飲ん、結局逆に捕まっちまったってこった。ああ、なかなか鋭いじゃねえか。だがそれがどうした。俺らは何もしなかったし、そもそもできるほどの。ただあんたらのことが気に食わなく。聞いて、私はスピナディロースラの現会長よ。あんたたちのボスがもし何か、今回の一件についてはとやかく言わないでおく。ああ、でも今後も似たようなことをしようとしたら、ううん、似たようなことを考えでもしたら、今度こそ絶対に見逃したりしないから。わかった。わかった、わかった。おい、行くぞ。見逃して本当にいいのか、ナビア。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんかないもん。それに純粋戦のことについても、パパのやり方が完全に正しかったとは思ってない。相手に座ってお話ししてくれる気があるなら、私も喜んでテーブルにつくよ。いろんなことの新しい1ページを刻む時だと思うから。俺もボスのやり方に賛成だ。暴力を持って暴力を制すなんてのは。うん、でもやっぱりロム、やっぱり最後には。そうだな、そんなことにならなければいいんだがな。縁が切れたと言っても昔は家族と。そうね、あんたの言う通り。とにかくひとまず解決ってことで、しばらく厄介なことは考えないでおきましょう。さて、あとで。またサンドル川に泊まるのか。あそこって枕から水草の匂いがするんだよな。仕方ないでしょ、日差しも入ってこない水辺なんだから。ま、ポア村長も似たようなものだし、私はとっくに慣れてるけど。
夜になったら店で焼き魚を食べながら飲み物を飲んで船歌を聴けるっていうのもそれはそれでいいと思わない？確かに。フォンテーヌ邸での拠点がパレメルモニアみたい確かに。でもパパはね、大きな野望を持ってたから目先のことも過去のこともあんまり考えなかった。それもまた。よし、あんた部屋は前回と同じよ、覚えてる？うん、まあ部屋は多くないし。ああ、ごめんごめんってせっかく素敵な夜だからこのまま終わるなんてもったいないなと思って。そう思わない？ってことで釣りに行かない？道具は揃えてある。晩ご飯の前に言ってたじゃん邪魔しちゃ。安心して、こんな時間だし元気ないかもって時のおしゃべりに付き合ってく。さ、早く。え？だ、釣りって、その、こう。それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、じゃあ次は。それよりナビア、なんでお前はこんなに元気いっぱいなんだよ。こんな遅い時間、おいらでさえ。いや、僕、生まれつきってところかな。それだけか？詳しく説明し始めたらもっとね、パパは。でも、ま、スピナディロースラのメンバーたちはみんなママの考えを尊重してるから、私がどれだけはしゃいでも、あ、想像できる？私が何でもみんな黙りこくってな。そんなこともあったのかよ。うん、おも小さい頃の私はやりたいことなら何でもやれるって。でもあると過ちの責任だって罰が下された時、みんなはごめん。とにかくスピナディロースラが今みたいな雰囲気になったのは絶対にパパ。これってだから、ひ、そうね、か、あれ見て、浮きが動いてる。でもなんで、多分パーツの不具合じゃないかな。逃がさないで、捕まえるのよ早く。おいらもやるのか？お前、針をつけてなかった。
これ以上時間を無駄にできないぞ。ボスの忍耐にも限界がある。明日になったら即行動だ。あんたは勝手にすりゃいい。自動釣り竿が動かなかったのもパーツが一つ足りなかったせいだったから、そう考えてみるとお互いフェアだったってことになるかも。欠けてたものの数ってことで言えば確かにそうかもしれないけど、もうダメだ、ノエラもうこれ以上起きてられないぞ。じゃあさっさと休もっか。今日は楽しかったよ。人手と一緒にダンスパーティーで踊る夢を見たぜ。人とほら、さて行こ。お前が用意したプレゼント、うん、よし、出発だ。アデル、ただいま。フォンテーヌ邸であんたにプレゼントを買ってきたよ。わー、ボス。何言ってるの、この子ったら。ナビアお姉ちゃん、でしょ。いいの、いいの。それとね、プレゼントだけじゃなくてサプライズもあるんだから。ほら、久しぶりだな。あなたたちだったのね。フォンテーヌ全土を救って本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビアお姉ちゃんも。この中何が入っ、もちろん。あ、これスピナディロースラの制服だ。私にくれるの？でもサイズが大きすぎて着れないよ。未来のあんたへのプレゼントだよ。この前スピナディロースラに入りたいって言っても、スピナディロースラはみんなのあったから、こないだは大きくなったらまたおいでってことであんたを断ったので。そうだった。大き娘のことを気に、スピナディロースラがいつも面倒を見てくれている。遠慮しないって。ボス、フローレント、どうしたの？大変です。爆弾？一体何をするつもりなの？かなり前から準備していたものと思われます。昨日ボスからの手紙を受け取って間もなくメンバーと共に調査に取り掛かりました。ですがロムーフたちも情報を得ていたようで、全員がすでに拠点を撤退してしまっていました。後を追ってみたところ、まさかポアソン町にたどり着くとは。もしかして昨日フォンテーヌ邸で衝突したせいで警戒させちゃったか？座ってお話ししてくれるつもりなんて相手には1ミリもないみたいだな。こうなると知ってれば全員を出立で。ごめん。ポアソン町の東側の丘にクレメンタイン、まさかクレメンタイン船を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中はクレメンタイン船を爆破なんてしたら、あいつらおかしいぞ。ええ、長い、今すぐ住民船の上に避難させましょう。相棒、クレメンタイン戦を任せていいかな。起爆を許せばポア村長にいる。まずは奴らの強行を止めるのよ。その後でまとめて蹴りをつ、オイラたちに任せ。
行こう、フローレンとコルター。こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん、ボス、危ない。何をする気だ、コルター。ち、邪魔なやつ。まさか、よ、そういうことだったのね。連中の企みをとっくに知ってたからこそ。ちょっと正しくないと。俺が憎んでるのはナビア。お前一人だ。こっち、気をつけて。ロムーフは約束してくれた。だが、そんで見ての通り。なぜ？なぜかって、お前は昔のスピナデロースラがどれだけ輝いて、俺はこの目で見ていた。それに全部貴様の、クレメンタイン様を。つまり。ああ、よ、お前らにこの気持ちがわかるか。昔純粋戦のことで、お、あれからあっと、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。またお前だ、ナビア。俺はかつて、ボス、こんな、こう考えたことは、お前、さらにこういうことを考えたことはあるか。ここの住民がポ、だって、罰が下された時、うん、思い返すと、本当に、勝手なこと言わないで。うまく言葉にできない。マルシラックさんがスピナディロースラの歴史上、どけする、引くつもりはない。ボス、聞け。あんたの目から見たら、でも私はみんな、だから私はこの事実を信じるよ。そんで、避けられる？堂々不意打ち。不意打ち。ローズクラッカー。スピナディローズの特注版よ。ヤッホー。はっ。ほっ。せっ。堂々不意打ち。浮き続けて。うんうん。いい感じ。フローレント、それから私は。かしこまりました、ボス。ナビア、本当に大丈夫？わからない。なんとしてもクレメンタイン戦を守る。アクアロードを爆破したいんなら、奴らはきっと柱の近くに爆弾を仕掛け。スラムコーン、さあ、ふっ、はっ、と、さあ、はっ、ふっ、と、や、と、ふっ、ふっ、続きと行こう、権限。Thank you.
これでもう、これでナビアたち確かに。ティエリーから聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースらの仲間だった。あいつらと交わす恨みや怒りがある。法律にのっとって相応の措置を取って。スピナディロースらからは。分かった。さあ撤収だ。奴らを全員連行しろ。やったなナビア、オイラたち守り通せたんだ。そうね、本当間に合ってよかった。検査力を普段ならこ…ボス、ポアソン町に潜伏して今回ロム…そっか。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。私はカーレスじゃないし、それでも私は考えを変えたりしない。これは最初からやり…今後スピナディロースらは稼いだモラをポア村長の整備にもっとつぎ込むし、私も純粋線の路線を変える方向で動いてみるつもり。いつかポア村長のみんなも純粋線の恩恵を受けられるようにね。言いたいことはわかる。カーレスさんなら決してこんな風に話はしなかっただろうな。だがどう…あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなったけど、あんたが再び自由を手にした日にもう一度ポア村長に帰ってく。ありがとう。ボスはやはりお優しいですね。運には恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン戦を守ってくれて。正直言うと私怖かったの。この上クレメンタイン戦まで壊されちゃったらもうどう向き合えばいいかわからない。名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えばきっとまたママを失った気分になる。でも今もクレメンタイン戦はちゃんとあそこにある。本当によかった。なあ、一体どうしちゃったんだよ。疲れてるっていうより。ボスには少し時間が必要ですね。うん、アンガトね、ちょっと手を貸してくれる？なんだか力が抜けちゃった。
旅人、聞きたいことがあるの。絶対あんたは本心から私を相棒だと思ってくれてる？もちろん。そっか、よかった、そう言ってもらえて。調子はどうだ？休んでちょっとは元気になったか？うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。今までは私もそう思ってたよ。コルターがあの人たちは後悔してないのかな。私がこうして生きてることで一体誰が幸せになれたんだろう。そんなこと考えるなよナビ。他のやつのことなんか知らないけど、オイラもこいつも永遠にお前の味方だからな。こうなったらもうこれ以上か。ボス、私も黙っていたことがあります。皆さんどうぞついて。私もうこれ以上の真相には耐えられそうにないよ。どうかご安心を。揃ってどうしたの？町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからサプライズでお送り。状況が状況ですし、ボスがこ、私そんな目で見てわかるほどヤバかった？準備はいいですか？布をめくりますよ。うん。これってパパとママ、それに私も？クレメンタインさんの姿は昔。これってまさか前に言ってたあの彫像のやつじゃないか？ご明察。実は彫像の。ボスに悟られないようポーズ決定についカーレスさんとクレ。まだ若い。彫像を建てるにふさわしいと思います。昔のことは知らないけど、ナビアが言ってくれれば私たちも安心できるわ。皆さんがここに集まってくれたのは、私たちは。オイラとこいつもそうだぞ。あんたたち、ほんと、夢にも見なく。
連続少女失踪。まあ君たちは証拠を提出してくださった当事者ですし、特に報告はいらないでしょう。手続きが必要ですので少々お待ちください。これがアレリー団長の残したものだ。身の回りのものを除けば一冊。セリフがぎっしりだな。大雑把に絵も描かれてるぞ。彼女がさらわれた後の手がかりが。ん？なるほど。もしも当時このノートをしっかり調べていた。ボセって本当に。彼女はきっと自分の行動が今後の調査に役立つことを願っていたんだ。ん？急にここで途切れ。筆跡が次第に薄くなり、その後は、いや、君たち自身で見る。すごく怖かっただろうな。劇団員にとっては偉大な英雄でも、所詮はただの一般人だ。この時の彼女がどれほどの苦痛と孤独に苛まれていたかは計り知れない。あれ？最後の1ペ。人として生きるというのは。それって水の娘に。私はあの子たちのお姉。たとえ静かに死を待つのみという状況下にあっても、これこそ彼らの心。行こう。アレリーは英雄として幕を閉じるに値する人だ。形式はどうあれ、彼女のしたことを観客に伝えることにこそ意味があると思う。燃え尽きる最後の瞬間まで手がかりを残そうとしたのか。たとえ自分を。なら水の娘がどの道を選ぶかは言うまでもないわね。あなたは過去のことはさておき、公演に参加する気はあるのかしら。謝罪の気持ちを込めて最高の舞台を彼女に捧げよう。俺を許す必要はない。俺の気持ちもどうだっていい。これはアレリー団長の終幕なのだから。どうやら意見が一致したようだね。これはかつてないほど素晴らしいパフォーマンスになるだろう。こいつらの公演なんて一回も見たことないくせに、そんなこと言っちゃっていいのか。僕の経験を舐めてもらっちゃ困るな。数多くのミュージカルを見て編み出した理論がある。歌で観客の心を動かすには役に入りきり充溢した感情を込める必要があるのさ。だってこの世で一番面白いのは人間の愛と憎しみだからね。彼ら以上にこの芝居を成功させたい者はいないだろう。私たちを支持してくださって本当にありがとうございます、フリーナさん。時間も無駄にはできない。早速結末について話そう。なるべく早く決めないと。その前に提案があるんだけど、カーテンコールで私の名前じゃなく団長の名前を使いたいの。え、でもそれじゃあ。もともとこの役は団長が演じる予定だったでしょ。私はただの代役だから。
これほど記念的な意味のある舞台の主役なんだもの。団長の名にこそふさわしいわ。まああんたがいいのなら僕も別に構わないけど。これこそ劇団のあるべき雰囲気じゃないか。では芝居を完璧に仕上げることは君たちに任せたよ。僕は舞台の手配をしてこよう。舞台の手配？いえ、普段の公演場所は特に予約はいりませんが。何を言ってるんだい？普通の舞台なんかじゃダメに決まっているだろう。もちろんエピクレシス歌劇場で演じるのさ。お待ちを。いやいくらなんでも豪華すぎる。何をそんなに恐れることがある？アレリー団長の物語は最高の舞台に値しないとでも？そういうわけじゃ。どうせ最後の舞台なんだろ、いいんじゃないか。
私は。返事がないってことはいいってことね。こんな機会をいただけるなんてまるで夢みたいです。本当にありがとうございます。どうか失望させないでおくれよ。もし失敗したら僕も一緒に恥をかくことになる。さあヌビレットを探しに行こう。安心して、どこにいるか分かってる。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。ここにいた。ひとときの休憩だ。久しぶりだなフリーナ殿。それから旅人とパイモンも。今日は何か用でも？歌劇場を借りたいんだ。実は。なるほど、水の娘ただ。お？神の座を降り。もともとは今まで僕た、これは僕自身。元気を取り戻す。さてどうして急にそんな。仮に水の娘、劇中の主人公コリオの経歴や選択はこの機会に。言ったはずだよ、別に惜しくもなんともないさ。豚今回だって十分な種。こんなに枯れ。そうか、この公演が完璧な幕を閉じられるよう心から祈っている。ありがとな。理性と情熱に満ちた説得のもと、ヌビレットはようやくこの特別な公演のために舞台を提供することを約束してくれたのさ。このチャンスを勝ち取るのは実に大変だったが、僕たちはついに華々しいステージに必要な全てのよう。感動的なストーリー、壮大な舞台、そして共に奮闘しベストを尽くそうじゃないか。本当によかった。
なるべく早く結末をまとめよう。そうすれば稽古時間が増える。さっきビルマントと細部について話し合ったんだ。今なら観客の感情をより揺さぶるものが書ける気がするよ。ちゃんと話ができたのか、よかったぜ。演出はコミュニケーションなしでは成り立たないからな。はぁ、数日前まではこんな状況や雰囲気になるなんて想像もできなかったな。うんうん、相変わらずフリーな。できるだけたくさんアドバイスをもらえると助かる。あなたたちの感想はとても大事なんです。さあロビック、